井原氏シ・は、日本の男子プロバスケットボール選手である。ニックネームは、K。新潟県上越市出身で、B リーグの群馬クレインサンダーズに所属。2013年10月1日付で、芸能事務所セントフォースのアスリート部門、ゾーンと契約。小学6年生からバスケットを始める。新行寺幼稚園、上越市立かすが新小学校、上越市立。 直江津つ中学校、北陸高等学校、中央大学文学部卒業。中央大学在籍時、インターカレッジで1年生の時に3位。3年生の時に準優勝を経験。2003年、日立サンロッカーズに入団。背番号は7。日本代表にも選出される。2005年7月のキリンカップでは、優秀選手に選ばれ。 ヘッドコーチのジェリーコ・パブリーセビッチをして世界レベルのスピードと言わしめた。2006年にはバスケットボール世界選手権に出場する。2006から2007シーズンから日立のキャプテンを務める。2009年トヨタ自動車アルバルクに移籍。背番号は1。2010年オフ1シーズン限りでトヨタを退団、三菱電機ダイヤモンド,ドルフィンズに移籍した。背番号は 自身のラッキーナンバーと明言している7に戻った。2016年オフ、三菱を退団。地元の新潟アルビレックス BB2 席。個人 DVD や写真集も発売されており、NBL や B リーグオールスターに選出されている人気選手である一方、チームタイトルとは無縁であったが、2018から19、シーズン中畜優勝というタイトルを手にした。 瞬速なスピード力と正確なスリーポイントを兼ね揃えた選手でチームを牽引する。2019年11月3日の名古屋 D 戦で通算2000得点を挙げた。地元でのゲームを白星で飾り今シーズン初の連勝に貢献した。2021年オフ、新潟を退団し、翌シーズンにより B1 に参戦する群馬クレインサンダーズに移籍する。ありがとうございます。